笑いコンビ、チョコレートプラネット長田翔平が、ダウンタウン松本人志を批評した、オリエンタルラジオ、中田敦彦に、共演 NG を突きつけた。チョコプラは5日、コンビの YouTube チャンネルを更新。中田の相方、藤森慎吾、般若の金田明、志尊、ヌの長谷川忍と共に、中田について議論した。中田と金田は同期、チョコプラと志尊ヌは一つ、後輩にあたる。永田は、YouTube 動画をめ、グル中田との因縁を告白。中田がやっている、YouTube 番組にチョコプラが呼ばれなかったため、中田に呼びかけ動画を出したところ、中田からアンサー動画が届いた。これを面白いと思った長田はその後も中田側とやり取りし、際終わり的には相方の藤森を巻き込んでアンサー動画を出した。それはあくまでネタであり、中田から事前 OK をもらっていたという。ただ、動画内で永田は藤森を呼び捨てにしたり、卑下するようなあだ名をつけて、いじった。すると、これを見た中田から、動画のコメント欄に、動画内で呼び捨てにされたり、相方へのいじり、方を見ていて、あまり気持ちのいいものではありませんでした。これからトークで応援しています。お疲れ様というメッセージが届いたという。これに永田は、お、い、と絶叫。ここから、動画は、中田の性格や行動パターンについて、議論する内容となっていった。本編動画終了後、長田、一人が、画面に現れた。まずは、中田氏が、松本さんに向けての動画をで、したので緊急で、動画を回してますと報告。続けて、とりあえず、私は、中田敦彦は共演 NG でやらせていただこうかなと思っております。あの人が、もうがっつり謝って、来るまで、やめません。もうバチバチバトルで行きたい、と、神妙な面持ちで語った。その上で、だいぶ松本さんにも啖呵切ってましたけど、私は松本人志派でございます。そういう感じで今後やっていきますんで、よろしくお願いしますと宣言した。